お茶好きです。今回はハイコットを探している人にぜひ見てもらいたい動画になるんですが、購入から3年経つオンウェイの GI ベッドを紹介します。コットってそれなりに値段もしますので、信頼できるものを買いたくないですか？今回はこのコットの特徴を3つにまとめましたので、最後まで見て楽しいキャンプに役立ててください。このチャンネルでは僕の動画を見てくれた人が失敗しないように参考になるような動画作りを目標にしていますので、今のうちにチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。ではオンウェイのコットの特徴1つ目、組み立て。収納サイズは大きくて力も必要なので、女性には組み立てるのは大変かもしれませんが、手順は足を一つ一つ取り付けるタイプよりも簡単なので僕は好きですね。袋から出したら広げてフレームを両端につけるだけなので、初めてでも迷わずできると思います。2つ目、寝心地。ローコットと比べると折りよりも楽ですし、生地の張りも柔らかくないので弾んだりすることもなく気持ちよく寝れます。僕の持っているコットは若干生地が伸びていますが、今のところ寝心地に変化はありません。もし生地が伸びてしまって寝心地に変化があったとしても、シートの張り具合を調整できるようになってますので、その辺は安心ですね。3つ目、値段。ハイコットの中では高くもなく安くもなくといったところで、この動画を撮ってるのが3月なんですが、今の時点では12100円で売ってます。耐荷重は 100kg ですし、日本のメーカーなのでコスパはいいと思いますね。作りも僕が見た限りではおかしなところもありませんし、今のところ不具合なんかもありません。収納サイズが大きいのでバイクとか荷物に制限がある人には使えませんが、コスパで選ぶならオンウェイを検討してみてもいいと思います。このコットには大きいサイズもありますので、詳細は概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらもチェックしてみてください。今後気になったことだったり不具合がありましたら、また動画にしたいと思ってますので、今のうちにチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。